はい本日も始まりましたアイデアのああいう OK ですどういうの昼下がり皆さんいかがお過ごしでしょうか今日もですね1時間ですねまあダラダラなのか気楽にのんびりなのかまあお話ししていきたいかなと思ってますえー、っとですねちさっと近況報告というか前、ね、毎週近況報告してるんですけど昨日ですね、あのー、僕の住んでいる大クっていうところに東大生が えと研究の旅行かなゼミの旅行なのかなちょっとまあ視察もちょっと兼ねてあの大、ー、城に来てて中城跡とか、えー、中村家住宅とか、えー、あとメインシーサー作ってであと大城の人たちと交流するっていうので12人の東大生と12人の東大の先生とあ3人の東大の先生で15名の東大関係者の方と。 少し時間を共有させてもらったんですけどまあね東大出身の人と僕知り合いいなかったのであーでね、あのー、若者ねもうね僕もう,10もう12歳以上離れてる人たちばっかりだったので、ね、若者がなんかああんかいいなって久しぶりに大学院い大学院はちょっと辛い思い出しかいっぱいあるんですけどあーなんかいいなと思って僕の研究室ね僕1人しか同学年いなくて。 先輩は超ドクター系あの研究者気質でめっちゃ研究してて怖くて <laughs> で自分は一人で、まあ、あと後輩いたんですけど後輩はもう指導ばかりしてたのでなんかもうねあの仲間って っっていいう感じまでではかかなかったんですね同じ研究の、まあ、同僚みたいな感じだったので、まあ、あの生徒さん久しぶりに大学生の生徒さんを見て大学院生だったんですけどあ素敵だなと思いながらねえこれんだろうな、うん、僕あんな院生の時行き来してなかったと思うんだよな <laughs> というのもありつつですね、あのー、なんかいい感じでしたよ。うん でえー、とあとですね、今日昨日はこの夜はそれだったんですけど、午前中はですね、あのー、子育て講演会、先週もちょっと話したんですけど、子育て講演会で、グ、え、ス、ー、城市の方ですね、あのグッピーさんっていう子育て支援センターで15名ほどの方の前と、まあ、15名の方とお子さんの前で話してきたんですよ。まあ、話はお子さんん向けけなんですけど ね、僕の自慢は、えー、今のところあの僕の講演会でこ子供作づくり OK の講演会なんですけど僕の講演会で子供が泣いたことがないっていうのが一つの売りで,でこれ言うとさみ,みんなあの緊張しちゃうといけないのであ,のあえて言わないんですけど <laughs>、あのー、こ今回もですね、あのーがあのー、泣,き泣く子というかぐずって泣く子はいず まあ、特に、うん、泣く,泣,く泣き声がすごく聞こえたわけでもなかったのでまあ僕としてはまず子供が泣かないような話ができたっていうのが満足でお母さんにも何名かの方に「あ今日よかったですだいぶ気が楽になりました」と言っていただけたのでテーマ通りのことはできたのかなと思っております。FM の案で、えー、お送りしていきたいと思いますのでアイ,アイデアの IOK、OK、今日も1時間よろしくお願いします。 こんにちはです。金太郎さん、吉田さんこんにちはです。引き続きよろしくお願いします。はい、アイデアのあいうおけいお送りしております。えっ、ー、とですね、今日のテーマは意外と知られていない婚活事情ということで。 ちょっとね、あのーまあ、テーマとしては気楽に話せないかもしれないんですけど、できるだけね、あの気楽にのんびり話せればいいかなと思って、あの沖縄県の婚活事情についてね、少し、婚活事情、結婚事情も含めて話していきたいなと思っております。で、まあ、一応ですね、一応じゃまあ、毎回一応って言っちゃうんだよな、くせくせでですね、あの婚活モールさん、え沖縄県。 NPO 法人沖縄県出会い結婚支援センター婚活モールさんの提供で「アイデアの i o k はお送りしております。でね、一人でも結婚したい人が多く、結婚したい人の多くの人が一人でも、えー、結婚できるように、あの丁寧に、えー、と支援してくださる団体なので、僕も応援していて、まあ、それ逆にまた応援してもらって、今、ラジオをやっているんですけど。 えと先週も少し話したんですけどなんでこうこんな話をちょっと今しようかなと思うのがえっ、ー、とですね11月2日水曜日に、えー、と沖縄出会い応援シンポジウムっていうのが沖縄県の主催で行われるんですよ。である意味ですね、あのー、税金を使って行われるってことはやっぱそれだけね何もなん 興味がなかったりみんなが興味なかったり、えー、っとみんなに関心を持ってもらいたいことじゃないければ税金使ってやらないんですよね。で、えー、っとこれ47都道府県で、まあ、婚活支援という形で一括交付金っていうのが扱って予算組んで今までは人口増加計画とかの一環で婚活の話は出てきたんですけど、あのー、婚活支援に特化して えっと一括交付金が使われるのがおそらくこれが初めてだろうと。でそれってすごいことなのって思うかもしれないんですけど47都道府県で今まで沖縄県って40他かの46都道府県はやってきたけど沖縄県って今までやってこなかったんですね。でようやくあの沖縄県がその婚活っていうものに対して婚活まあ出会いし応援なんですけど出会い応援に対して 少しあのお金を使ってあの動き出しましょうというのが、まあ、様子として今行政の流れとしてあるっていうのをちょっと知っていてもらいたいなと。でえー、っとまああのんだろうなまあ一応人口ね減少、まあ、少子高齢化っていうね少子化と子どもが少なくなって子どもの全体の人口が日本の人口が少なくなって 高齢者の方が増えるとまあ今まではその三角形人口ピラミッドって見たことあるかもしれないですけど各年齢層のえっ、ー、と一番下から0歳から5歳みたいな年齢層のその人口ピラミッドっていうのがあってそれがすごくきれいな三角形になるとまあ働いている人がそこそこ多くてで、あのー、高齢者がちっちゃくなると。 まあ、本当に8人に1人とか10人に1人で高齢者の方を支えていくもうちょっと労働できなくなってお金が稼げなくなった人たちを年金とかあとはあの、えー、介護とか、まあ、福利厚生の方で支援していけた時代が逆三角形になっちゃうっていう不安に今なってるんですね子どもが少なくて働き盛りの人が少なくて高齢者が多いみたいな。 1>, まあ1対1まではいかなくても2対1で2人の人が働き盛りの2人の人で1人の、えー、高齢者の方を支える時代が来るんじゃないのっていう感じですね <laughs> で。で笑い事じゃないんですけども笑わず笑わずにはやっていられない部分があってで,で,でこういう話をすると沖縄県って子ども多いですよねっていうことを毎回聞かれます。 でみんな結婚しますよねっていうのも毎回聞かれますで,でもねこれ僕もこの婚活の支援に関わり始めて分かったことなんですけどこれ2010年なので再起新のデータではないんですけど2010年のデータだと障害未婚率って言って50歳以上で経験を結,あ結婚を経験したことない人。 だから離婚した人は関係ないんですよ。一回結婚したってことになるので、未婚にはならないんですけど、一回も結婚したことない人が、えー、と、女性では東京に次2位なんですよね。あの、ワーストの方で。未婚率が低さで2位で。で、男性だと、障害未婚率は、あの、ワーストで一番なんですよ。だから、未婚してる人が多いっていう、まあ、ワーストっていうのかな。うん、あの、多いと。 だからあの、一回も結婚せずにいあの過ごしていく人、まあ、50代で結婚できなかったら一緒できないかというとデータ的には別にあの確率的にはすごく減るだけで全くしないわけじゃないじゃないですか。でまあ、一応そこで区切ったとしたら本当に沖縄県の人は、えーっとまあ、全国トップクラスなぐらい、えー、結婚を経験しないという、だからね、遭婚率も高いんですよ。だから早く 結婚して、まあ、はやまあ早く子供ができちゃって結婚してとか早く結婚してっていう人ももちろん多いんですけどあの皆さんご存知の人も多いと思うんですけど離婚率も高いんですよ。ってことを考えると、えー、まあ倉で結婚した人で離婚して再婚しなければ、まあ、独身で過ごしていく人もいるっていうことですよね。なのでそう考えるとまあ今独居老人とか まあちょっっと問題にななてるじゃないですかだから沖縄の場合は独居老人の人が増える可能性が非常に高くてでまたね老人ホームもどこまでその国が補助してくれるかわからないじゃないですか。っていうことになると、あのー、例えばあさ、の、と、ー、さんってケアマネージャーの方来られたんですけどこの1人身の高齢者の方をサポートする人も必要だし。 でそのサポートするためにお金が必要なので若者たちからはどんどんお金がね取られていく可能性があるっていうこともやっぱり視野に入れとかないといけないのかなと、まあ、そこしかないじゃないですか。でまああと労働力確保でいうと海外ってなると、あのー、結局移民政策って言ってまああのー。 例えばヨーロッパだと EU って一つのくくりで、まあ、ちょっと行き来はしやすいもののやっぱりフランス人とかドイツ人とかやっぱある程度区別があったりすると思うんですけど日本の場合はもう島国なので特に沖縄とかウチナン中ナイチャーっていうぐらいじゃないですかでアメリカとか言ったりしで基地関係者とかねなんかこうやっぱりそのそれがだんだんこうぼやけてくるというかある意味中国とか韓国とか。 東南アジアから移民政策で人が来たらもうそ,そっちの人の方が増えていく可能性もあるんですよね。労働力を確保しないといけないし、まあ、その人たちに税金を納めてもらうっていう仕組みを作らないと、まあ、日本の経済が回らないっていうのもあるので、まあ、そういう意味ではあのー、やっぱ意識しないといけないのかなと思ってます。で、えー、とそ,のそういう話をですね11月2日の水曜日なんですよね。水曜日に えと会場1時開演13時30分閉会16時30分から婚活って言葉を提唱した一人の白川塔子さんっていう、えー、とこれは相模女子大学の客員教授の方なんですけど、あのー、なんであの結婚しない若者増えてるのかっていうテーマで話してくれる予定なんですよ。で あとはですね、友瀬ゆき子さんって、こっちのラジオでゲストも出てくれたんですけど、あのー、出会いに役立つ、えー、男と女の心理学っていう、ちょっとこれはちょっとね、<laughs> 僕はこれはここに期待してるんですけど <laughs>、あのー、興味があったらですね、ちょっとこう、お子さんがいる方とか、うんお子さんが小さい方とかはちょっと行きづらい時間になってるんですけど、まあ、もしよかったら、 参加してくれればなと思っているんですけどあの、まあ、ちょっと婚活事情の話をすると、あのー、沖縄って狭いんですよ <laughs> まあ狭いでしょうねって、まああのー、面積でいうと多分淡路島の4倍琵琶湖の4倍ぐらいかなと思うんですけど全長でいうと淡路島のな長いところでいうと淡路島の2倍の長さなので。 まあ大体その淡路島4つ分ぐらいなんだと思うんですけどあの狭いんですよ何回言うねんっていう。で狭くてですね婚活しようとまあ婚活ってあの僕らからするとすごく前向きな積極的な行動なんですけどあの婚活する本人からするとやっぱこう,こうここまでしないと出会いがないのって思われたくないっていうのが。 多分あるんじゃないかと思っていてやっぱ知り合いに会いたくないまあ多分その内地でも知り合いに会いたくないっていうのは多分あると思うんですよね。んか結婚に必死な自分を見せたくないみたいな部分あるかなと思うんですけどまあ僕は全然結婚したいその何か自分がしたいことに努力することっていうのは素敵だなと思うのでだからこそ応援してるんですけど。うーんで やっぱそういう意味ではちょっとこう一歩踏み込めない部分とかであのー、婚活パーティーもね、あのーえー、と婚活モールでもやってるんですよイベントねあのー、空きコンでファミポートで調べるといくつか出てくるんですけどこれから冬婚も出てくるんですけど、えー、と10月23日日曜日って明日なんですけどこれチケットの具合ちょっと僕分かってないんですけど あのー、今回、アキコンフォーデイズパーティーのうち第2弾のチャタンにある隠れ家レストラングラマラスで、えー、イベントある予定なので、まあ、これもですね、コンカツモールのサイトを見て調べてもらえたりサイ,トめサイトの見方が、サイト面倒くせえって思う人は0988702621に電話してもらえればいいかなと。 8702621ですねに電話してもらえば、あのー、いろんな情報が今ど「今どんな感じですか?」とか「男女比どんな感じですか?」っていうのもちょっと聞けばわかるかなとは思うんですけど、うん、で結局狭いので婚活イベントに「はい参加しました」ってなった時に、あのー、知り合いに会いたくないわけですよ、あのー。結構な割合で知り合いに会うんですよね <laughs> 沖縄県って。 であの知り合いに会うので、まあ、できればこ,うこっそりやりたいとこっそりやりたいとするとやっぱりこっそりやりたい人同士がやるとちっちゃくなっちゃうので規模が、あのー、出会えなかったりするので、まあ、そういう意味ではあの婚活をもうちょっとやっぱりね積極的にやってもうそれこそね婚活パーティーで幼なじみと会うとか。 昔の同,同級生と会ってそこで、まあね、何か、ね、恋愛に発展してくれたらいいしもしも、ね、友達だったら少しそこで作戦会議も寝ってくれてもいいのかなと思うんですけど女性は割と友達と来るんですよ。で男性は一人で来たりするとまあ友達ね俺結婚しない主義だとか言ってたら恥ずかしいとかあるかもしれないんですけども結婚したいのは正直に言うといろんな方法があるので。 でまあね、そうやって婚活パーティーに出るのも1つだし、まあ、結婚相談所に入って例えば、ね、入会金が高いところの,あのメリットっていうのはやっぱりそ,のそれだけのステータスを持ってる人しか入れないのでただそれだけのステータスの人が何人いるかっていうこともやっぱりデメリットとして知っておいた方がいいかなとは思うんですよ。で逆に安いとところだと コンカツモールさんは比較的安いというか,かなり安いんですけどで、まあ、僕はちゃんと、ね、質は悪くないと思って質はとてもいいと思って紹介してるんですけど、うんまあ、これスポンサーだからじゃなくて元々、ね、もともと長い付き合いなのでコンカツモールさんとはでその。質が悪いとかではなくて、あのー何だろうまあ、逆に言うと,ちょっといろんなステータスの人が集まってくるので。 まあ、なかなかやっぱ自分が狙っているステータスの人のところに行きたかったらもうピンポイントで行きたかったらやっぱりちょっと入会金が高いところとか月会費が高いところをやっぱ自分の自己投資と思ってやった方がまあ会える人数が勝ち取られてくる可能性もあるのであの必ずうまくいくとかはないかもしれないですけど自分の会いたい人には会える可能性はあるかなと。で婚活モールっていうのはどっちかというとまあ恋愛に近い あのー、婚活みたいなイメージがあってですね、あのー、結局ステータスだけで見て例えば、えー、と面接で第1次書類審査ですよって言った時に書類審査で弾かれたらねもう次の手がないじゃないですか。で書類審査のまあ僕だから本当に今の、えー、とステータスで言うと本当に良くないステータスですけどそれでも妻はすごく満足して。 夫婦生活家庭,円ですよ家庭円満って言うと言うほどなんか家庭満じゃない感じが <laughs> しなくないんですけど、あのー、であの最近ですね、あのー、すごく面白いなっていうのを、あのー、インターネットでフェイスブックでシェアしてくれている人がいてでそれをちょっと元に話していくと、あのー、いい人がいないっていう理由っていうのを あのー、書いてくれてあの書いてるというかまとめるっていう感じでうんあのー、やってくれているのでまあそういう意味ではあのー、ちょっと面白いなといい人に出会えない人のみたいなやつがあってうん、まあ、そういうのをねあのー やっぱまあ、僕はね一応言いはしてるんですよ言いはしてるけど図解をしてくれている人がいなかったのでできればですね Facebook 見れる人はあこういった病院団で調べて Facebook から入ってもらえるとそこのリンク先貼ってあるんですよでいい人がいないのメカニズムみたいな感じでそういうのプレゼンパワーポイントみたいなの出しておいてくれて結局あのまあ合コンから 発生する恋愛と,、あのーえーとまあ、そのまま、まあ、一般的な自由恋愛というか今までそのなんだろうな、まあ、今まで言うところの自由恋愛的な、あのー、友達から派生する恋愛との差ってどこにあるのっていうことであのまとめているものがあって結局 あの合コンとか婚活って、まあ、例えば合コンで3対3とかするじゃないですかでその3対3の中で2時間ぐらい23時間飲んだとするじゃないですかでまあそこで本気で、ね、結婚しようと思っている人が1人いてあ自分が行って見てたとして3時間でその人のこと分かりますかって分かってもその友達とつるんでる時のそとのその その瞬間の3時間のその人柄しかわからないんですよね。で、えー、っとそういう意味では、やっぱり、うん、あのー、相手を知るための時間がすごく短すぎる。で、逆にその、まあ、自由恋愛に近いというか、合コンじゃなくて、まあ、いつの間にか付き合っちゃうっていうのは、どっちかというと、もう別に恋愛感情とか抜きにして、友達でも知人ぐらい。 <laughs> 友達の中友達の友達で、まあ、いつも何か,か,か集まったらいる人みたいぐらいの人が恋愛対象になるっていうのは結局時間をかけて何かその人のことをねあの自然な状態で見れる可能性があるじゃないですかだからここって結構大きくてで多分いろんな婚活業界の人があの婚活支援をされている方が一番困っているところだと思うんですよね。 でえー、と例えば婚活モールの婚活パーティーだと本当10分弱ぐらいでしかもテーブルでグループで動いたりするから本当に1分2分話せるかどうかっていうぐらいの中でうんあの相手を見極めないといけないってこれってすごい目利きなんですよ。<laughs> 見極められないと思ってほしいなと僕はちょっと思っている部分があって例えば。 この人ちょっと良くないなって切るのはもったいないちょっと良くないならちょっともうちょっと突っ込んで何か付き合うまではいかなくていいんですよこの,あの僕が書くのは結婚を前提にしたお付き合いを前提にした友達付き合いみたいなところから始められないかなと思っていてあのそうじゃないと相手のことってわからないじゃないですかここの人ががどういういとが好きで、うん どういうものを好みにしていてっていうのはわからないだろうなと思うので、あのー、そういう意味ではあのー、自分も嫌じゃないですかこの初見であの全部この人のことをあ切,切り捨てられたりしたら「いやもっともっと俺って人間を知ってくれよ」みたいな。<laughs> だからあんまり僕は、あのー、初対面の人も僕も苦手、僕初対面の人苦手なんですよね。<laughs> なので、あのー、こんなにラジオでザーって喋ってますけど、結構聞き役に回ることが多いんですよ。あの、相手の様子を伺わないと喋れない人なので、なので、あのー、結局、相手を知るために、僕は結局教員をやって何人もの人子供も含めて人を見てきたので、 ある程度当たりがつけれるんですけどそれでもやっぱり3時間とかしかも例えばねあの授業参観みたいなもんなんですよ学校現場で言う授業参観の子供もって教師からしたらこれお母さんお父さん普段だと思わないでくださいようなんですよ <laughs> やっぱお利口にするんですよ、ね、皆さん経験あると思うんですけど授業参観の時に来るとやっぱお父さんお母さんの前でいいとこ見せたいとか であるあるがあの1年生ぐらいだと「はい」って手を挙げるんですよ。「はい」って手を挙げてで「はい何々さん答えてください」って言って先生がこうねもうお前に見せ場を託すよみたいな感じで託すんですけどあのよくあるのが「忘れました」とか「分かりません」とか <laughs> 親がちょっと膝がガクッとするような <laughs>。 あのねことがあるわけですやっぱこういいように見せたいっていうのはすごく大事なことで例えば TPO が分かる人じゃないと付き合えないじゃないですか,だから婚活パーティーにヨレヨレのシャツ着てだるい格好をしてだるい雰囲気してたらそらね良くないですよねやっぱりちょっとおしゃれしてあんまりおしゃれすぎるとちょっと あのー、ちょっと場違いかなって思われるかもしれないので、まあ、カジュアルだけどちょっと清潔感がある感じにして来る方があこの人ちょっと真剣なんだなって思うだから相手の印象をすごく探らないといけないっていうのは婚活の難しさで,でいい人がいないってなるのはそ,そこでもう見切りつけちゃうんですよね結構人見るのって能力がいるんですよ。でもなんか うん、教員みたいにすごい人と付き合うことって世の中ないと思うんですよ。そうまああの看護師さんとかねその例えばでも看護師さんでも何ヶ月間の付き合いじゃないですか教員って本当に本当にどんなせっかくわからんやつ40人相手に毎日のように付き合うのでそう考えるとやっぱねでまあそれ以外の仕事してる人でもなかなか難しかったり教員でも。 正直、その子ども理解っていう人間理解っていうのが下手くそな人ももちろんいますのであの、まず自分がやっぱそんなに初見、僕もそうですよ、僕も初見でわかるなんて思ったことないですからねあの、わかる方なんですけど、3時間じっくり聞いたその人のこと大体わかるだろうなと思うけど、やっぱ3時間はいるんですよ、僕でも。で それを例えばあの無料体験で今日各駅停車っていう婚活の無料体験を婚活モールさんでやってるんですけどあのー20分じゃわからないですね自分が20分聞き続けるんだっていいんですけど自分も10分ぐらい話して相手も10分ぐらいっていう感じのまあ時間配分としてはね普通に単純計算するとそれぐらいで相手のことを知るっていうとかなり至難の技かなってっていてうん。 そういういことも含めながらでですすね、なかなななかか婚活事情って複雑なんですよ。なのでそこも含めてちょっと話していければいいなと思っております。えー、とまもなくですね、ツイキャスの方が30分になって切れちゃいますのでいつも通りですね、この辺で前,編を前半編を終わり、えー、CM に入って後半編に進みたいと思います。それでは CM いきます。 はい、アイデアの IOK、OK、後半編に移りたいと思います。なんか向こうで見たらクラッカーいただいてみたみたいなんですけどありがとうございます。えー、っとですね婚活事情ということでやっぱね婚活したことある人って少ないんですよね、うん、まだまだね。あのー、実はまあ婚活モールさん900人ぐらい会員さんがいるんですけど。 まあ900人の人みんなほぼ婚活したことない人ですよ <laughs>。ね、笑い事じゃないんですけど、そゃそうですよね。既婚者の人は大体ね、自由恋愛で結婚してるんですね。自由恋愛の中で一番多いのは社内恋愛とか、学校とか。まあ、だから結局、相手のことを知る機会が多いところ、なかなかお見合い結婚っていうのが。で、 まあこれ自由恋愛したからとかいう相関は多分出てないと思うんですけどまあ自由恋愛主義になってまあ自分でいろいろ決定するようになってきてまあ他の人の意見聞かなくてよくなってきたわけですよ。自分がどうかで行動できるようになってきて自由恋愛になって自分の好きな人と結婚するっていう文化になってきてで離婚するのもね自由になってきたので自由離婚じゃないですけど。 あの家族のこととか他の家庭のこと考えなくてよくなったのでよくなったわけではないんですけど、まあ、そういうこともあるからあ,のあるちょっと忘れたんですけどオーネットさんだったかなだっ結婚相談所さんが調べた結果だとお見合いの方が離婚率が低いっていうでまあ昔はね離婚とってもしづらい環境があったじゃないあったと思うんですよ。 あのなぜかというと家同士の結婚だったりもう結衣のガッチガチにやってもうみんな家族ですよみたいなで例えば、まあ、それは自由恋愛でもそうなんですけどお見合いとかになると本当にナコードさんの顔とかあるからなかなか離婚もできないし、まあ、家同士の結婚だとなおのことですよねそれにやっぱりねあの不自由さはあるんですけどあのー、まあどっちかというと諦めがつくのかなとか もうこの人で行こうっていう覚悟ができちゃうのかなと思うんですけどやっぱお見合い結婚の良さというかで自由恋愛だとああ自分の見立てが間違ってたなじゃあちょっと自分も辛いからやめたっていうのはすごくまあそれはそれでいいことだと思うんですよあの悪いとは思わないんですけどあの、まあ、離婚が悪いとは言わないんですけど、まあ、離婚しやすくはなってるかなとで離婚するとやっぱりね周りはちょっとしんどいかなとは思うので でせっかく結婚でみんな幸せであ幸せな結婚生活送ってねと思ってまあ数年後離婚したりまあ芸能人の離婚報道をね読む人もいて残念ですっていう言葉が上がるぐらい、まあ、離婚ってまあこれの評価が正しいかわからないですけどネガティブなイメージがどうしてもありますよねなのでまああのーまあ、先ほど話したあのシンポジウムの友康ゆ子さんはどっちかというと沖縄の離婚率ナンバーワンを 解消したいと離婚率ナンバーからの脱却を目指している方なのでどっちかというと、あのー、婚,活前に婚活中とか結婚前にこうお互いがちゃんと意思疎通できるようになってお互いのことがしっかりこう伝え合える関係になれば、あのーえー、っと性格の不一致って起こり、ま、性格なんて一致するものじゃないから、あのー、そこを まあお互いに思いやれるといいよねっていう話をどんどんしていく方なんですけどねあの旦那さんも一緒にやっていると、うん、で、まあ、僕もそうだなと思っていてで僕はそういう専門的な話ではなくて、あのー、結局自分の意見ばっかりじゃなくて相手の意見もやっぱ聞かないといけないのと、あのー、まあ結婚生活なのでね あのお互いのことやっぱりいろいろ考えていかないといけないのかなとは思うのでだからねそういうことをねいろいろね考えさせられます婚活の支援していると。うん、婚活のねあの応援とか支援をしていると考えさせられてでやっぱあの、まあ、僕 Facebook とかにもいろいろ載せてるんですけど何かしたい人ができなかったら。 まあそれなりに社会がやっぱ適応していくべきだと思っててまあ有名な話で分かりやすい話で言うと今どどここでででももスローーープががいてどこでもエレベーターがつき始めたんですね昔は学校なんてスロープもなかったしエレベーターのある学校なんて何超ハイテクな学校ってなったんですけどそういうのがついてきたっていうのは死体不自由な方とかね死体不自由児とかいいんですけどまあ子どもたち。 が出てきてき車いすの子どもとかあとはやっぱね階段登るのが辛いとかあと高齢者のことを考えた時にやっぱ階段一段一段上がるよりはまあちょっと長い道歩いてもスロープの方が楽っていうのがあってですねでこれをまあ一般的にバリアフリーねあの障害物となっているものがバリアなので,でお年寄りになって足腰弱くなったからどこにも行けない 諦めるっていうのをなくそうっていうのがやっぱ社会が寄り添っていかないといけない部分だと思っていてで結婚支援っていうのもまさにそれで結婚したいいいっていう人がいるわけですよ例えば足が速くなりたいと思ったら陸上教室あるじゃないですかでまあ例えば三振が上手になったら三振の研究所があるわけですよ沖縄ではでやっぱ何かやりたいことに対して それを応援する、まあね、サービスなり応援する人がいないとこうそ,のその人たちにかを諦めさせることになるんじゃないかなと思っていてで僕が去年1年間ぐらい、まあ、今年の1月18日ぐらいに辞めたんですけど子育て支援してたまさにそこで子供がいるから働けないと子供がいるからしたいことができないっていうのをなくしたいと思っていて。これも あの子育てのバリアフリーというか,というか、ね、女性への負担がやっぱ大きいんですよねと僕はまあ男性なりに思うし今僕主婦してるので子育て家事も育児も基本的にして土日はねあのちょっとこうやって外に出るので妻にお願いしていたりするんですけどあのこれ妻のこと悪くしてるわけじゃないんですけどあの昨日まあ大東大生が。 大臼く公民館に来てくださっていたので、まあ、地域住民としてあ歓迎の会があってでそれで12時近くまで、あのー、ちょっとこう懇親会してたので,で帰ってきたらですね、あのー、昨のは双子のあ娘もお弁当で双子の息子もお弁当で、まあ、お弁当箱って1日洗わなかったおばあの環境で、まあ、ちょっとすぐ臭くなっちゃうので。 <laughs> まあねそういう意味でもそのなんだろうなうん臭くなっちゃうのでやっぱ洗わないといけないんですけど、まあ、帰ってきたらねえー、っとえー、っとまあね洗い物は何も洗われてない状態ででも主婦だから別に構わないんですよあの本当に僕はどっちかというと専業主婦寄りの主婦なので構わないんですけどうん。 まあそれぐらいだったかな。まあ、で、まあ、でもね、帰ってきてすぐ寝るわけでもないので、洗い物してやったんですけど、でもまあね、うん、なんでこの話になってるのかちょっと忘れ始めたけど、あのー、そうやってさ、あのー、やっぱやれることをやって、だから妻は、まあ、ある意味、うちの大行職柱なので、稼ぎに行って、お金を稼いできてくれて、ありがたいなと思って。僕は 家事と育児をするとで、これが兼業主婦になると。兼業主婦っていう言葉があるのかわからないですけど、仕事とも働きで主婦やってると、これ、旦那さんが本当手伝わないとかなり辛いと思うんですよね。僕これで仕事入ったらちょっとパンクするので。あの？ だから妻には仕事で忙しかったり疲れてたらもうあれ本当に家事とか育児は、まあ、育児はまあねしょうがないですね子供が寄ってくるので <laughs> あの家事とかはもう全然やらなくていいよって言っててもやっぱ土日こうやって手伝ってくれたりするとありがたいのででやっぱねそれでもまあ朝ご飯炊いてで今日はちょうどねラジオ来る前ぐらいに洗濯物も干せたのでちょっと満足してきたんですけど ちょっと主婦でしょ <laughs> あのー、まあだからそういうちょっと一つの新しいね、あり方はあるんですけど、あその、まあ、結婚してからのやりようって何通りもあって、結婚する前に想像してたものと違う場合があるんです。まあ、うちらの場合は、あのどちらかが家庭に入るっていうのは決めてたんですけど、どっちが入るとかは決めてなかったので、で僕もまさかね、今、本当だったら僕、今、教育現場にいて、まあそこそこの地位を、 持っていた予定ですよ予定だけど今土曜日の夜アドヒルラジオやってあ土曜日の朝はえっと地域の子どもたちの自習の様子を見ていてっていうちょっとね面白いなっていうでなんかもうちょっと沖縄に来てちょっと働く感覚も変わったんですけどまあ,あのちょっとそこあの東京東東うん。 東大の人ともその、もうね、陰性だからちょっと就活の話も出てたので、話してたら、あのちょっと、あのー、思ったことを話したのは、やっぱ内地だと、すごく能力主義っていうのをすごく感じたんですよね。だから、能力がある人は、どんどんお金儲けできるし、どんどん欲職がついていく。で、沖縄もそうだと思うんですけど、やっぱ最低賃金安いので。 うん、まあなかなかね上がっていってもなかなか難しいのかなと思うんですけど沖縄の場合はね動力以上に人脈というか人柄がすごく尊重されるなと思っててすごくこうちゃんと挨拶できちゃんとというかまあちゃんとねこう相手のことをいたわれる人って仕事できなくても仕事が回ってくるんですよね。<laughs> まあちょっとそれはある意味困る部分はあるかもしれないんですけどそういう意味では。 そのコミュニケーション能力が高かったり人柄が変われる人ほど優遇されるっていう意味ではちょっとこの面白い土地柄だなとまあそういう部分ない僕はたまたまそういうのを経験してきたのであの能力が高くてもなかなかね人柄があんまり良くなかったらなかなか認めてもらえないなっていうのを多分感じて僕ちょっと教員自体はキレッキレだったので <laughs> キレッキレって悪い意味でキレッキレだったのでまあ 煙たたがられたのかなと思う部分はあるんですけど、うんでまあ婚活事情の話なんですけどあの結局今すごく婚活モールで活動されてる方とか婚活パーティーに来られる方を見ているとやっぱり結婚しようとまあその目的がですね子供なのかそれとも親のちょっと安心感なのかし将来生涯ちょっと 老後の方と考えたり高齢者になった時に誰かそばにいてほしいのかそれとも純粋に結婚したいのかな,いなかなか様々だったりあとまあいい人いたらね出会いたいねっていう人もいるかもしれないんですけど、うんまあ、いい人がいないっていうのは先ほど話した通りまあ初見では分からないでしょってもう 3, 3度4度あったりしないと分からないでしょっていう部分があるので、うん、だからそういう意味ではあのー、なんだろうな うん、その婚活しててるる人はやっっぱ頑張ってるんですよでこの狭い沖縄の中で顔見知りがいるかもしれない中で結婚相談所に登録してそれで婚活やるってすごくね勇気のいることだと思うんですよだからそういう人をね応援しないで誰を応援するのっていう感じが僕の中に今はあって僕「銀太郎さん結婚意欲なくなってますか?」 また、ね、多分寂しくなったらちょっと将来生涯のパートナー欲しいなと思ったらまあ結婚までいかなくてもね事実婚ぐらいはもしかしたらうんちょっと老後一人で寂しいかなと思ったら始めてもいいと思いますよ。あのー、結婚的利益って僕はないってずっと宣言しているので結婚したい時が結婚し時ですよっていう、あのー、家電製品みたいなもんで <laughs> 家電製品の買い時がわからないみたいな。 もうちょっとまた新機能がつくかもとか言うんですけどあの家電芸人さんとかが家電は欲しいと思ったら買いなさいって言ってましたけどね,ね結婚意欲がそう結婚意欲もやっぱりある程度の年齢を超えてくると一人でいいかなって思い始めるんですよこれねちょっとまあ、あのー、ちょっと話すとやっぱ20代ぐらい中高ぐらいの頃は,は家庭環境にもよると思うんですけど幸せなお父さんお母さんを見ていると やっぱ自分もも結婚すするんんななだろううと思うわけですよ、まあ、幸せじゃなくてもやっぱ結婚するもんなんだろうなと思うわけですよ。これは心理学的に当たり前の話でそれしか知らないので自分の将来の大人像って親とか教師なんですね。<laughs> なので結婚するで家庭で見れるのは親ぐらいだから結婚するんだろうなと思っていてでこの前去年の婚活のあ,あ違う違う人口増加計画の カフーカフーって番組で、ここのそばのね、普天間高校で、ライフプランニングっていう授業をやったんですけど、やっぱ20代ぐらいでみんな結婚、9割ぐらいの子が結婚する予定なんですよね。結婚したいまではいかないと思うんですけど、結婚してるだろうなと思ってるんですよで。で、20代ぐらいはみんな、あ、いい人に出会えたら結婚しようと思うんですね。で、30ぐらいになって女性が焦り始めるんですよ。自分が、 妊娠して出産するリスクって自分に関わってくることなので男性に関しては妊娠しないし出産しないのでそこまでのリスクって多分感じなくて生きているのかなと思うんですけど女性に関しては自分が妊娠して自分が出産するので多分ちょっと恐怖感が出てくると思うんですけどやっぱ30代ぐらいに急に意欲が高ままる人もいますあとは仕事に余裕が出てきたとかでも仕事を十5ぐらい30代ぐらいになって 若い人がねちょっと覚えてないとか若い人がまだ恋愛学生の頃からのあれ言ってと恋愛してたりするしたり、まあ、家族の行事に呼ばれたりすると30代ぐらいになるとある程度自由に動くでしょって言われて責任ある仕事を任されるし今度仕事でがんじがらめになってで結婚考えるのが35ぐらいでああってなった時に恥結婚 30から35かぐらいから婚活を始める人がいてで40ぐらいになるとあれ普通にこれ合コンとか言ってたらやばいかなっていう人が結婚相談所とかに入ってきてもちろん20代から婚活モールに入っている方もいらっしゃいますでずっとそのまま大体いい30代40代が多いそうなんですけど比率的にはでまあ30代40代になるとだんだんこう いいいかなって思い始めるわけですよででいいかなとものすごいしないとやばいっていう焦る人とだいたい二極化してくるのかなと思うんですけどまあどうでもいいやって結婚なんてもともと花からない人と。でその後ですね50代60代になるとまた波がやってくるんですよ。あれって自分の周りは結婚してる友達見たらその子供が巣立って。 夫婦二人でいいいなって思い始めるわけですよですまたね、あのー、今大竹しのぶさん主演のなんか熟年の婚活のやつやってますけどまああれはちょっと結婚詐欺の話なので <laughs> あれなんですけど結局今はそのある程度こう年齢を重ねた方が独り身だと将来生涯ちょっと寂しいからって言って結婚する時代でもあります。 ね、独居老人ではないんですけどやっぱ何かとやっぱりね不便なことって出てくるし結婚してないと例えば病院の、あのー、同意書とか書けないんですよねあの資格がないんですよね事実婚だとその辺がまたね難しいところで、まあ、日本のちょっとここは制度的な問題なので事実婚も認めるか認めないかっていうねのもあるとは思うんですけど。 うん、だから、あのー、子供が欲しくて結婚する人が、まあ、ある程度若い世代には多いけどある程度こう仕事も落ち着いてきてちょっと暇になった時に相手してくれる人が欲しくなるっていうのもどうもあるみたいですよっていうのはすごくでそういう時はねお金多分一人だったら溜まってるかなと思うので銀、まあ、トロさんに向けてだけじゃないんですけど婚活も一つ考えたらいいかなと思うんですけどやっぱそういう人は少ないので。 かかかかななりあの時間はかかるかもしれないですあの婚活する上でねあ,のあんまりその何希望だけを与えて詐欺みたいなことはしたくないので僕はちょっとそこはちょっと真面目に言っちゃうんですけどあのやっぱ結婚相談所に行ったらすぐに理想の人と出会えるわけでもないしやっぱせっかく結婚相談所行ってみたいなとこまあねお見合いとかいろいろ配慮してくれるところに行って。 行くんだったらできるだけ自分の求めるハイスペックの人を探そうとするのは当たり前の話なので、まあ、なかなか難しいですよっていうことはやっぱ伝えてますねで,、あのー、でまあまあまあこれもありつつこういうことを話す人とか今の沖縄の婚活事例えば障害未婚率が実は全国でトップクラスなんですよとかあと婚活ってこういう世代から始めないといけないんですよとか始めないといけないじゃないな。 結婚する気があってもなくても一応なんかそういうことは知っておいた方がいいよっていう人がもう少ないんですよね。で特に今の婚活事情っていうのが、えー、と僕も知らなかったですしそれを伝える人があまりにも少なくてで結婚したい人結婚したいってなってる人だからあのもう結婚意欲がな,いなくなってきてるとか。 まあそれって結構婚活するのは結構体力と精神力を使うのでまあいいかなと自分で決めたことなら僕はいいかなと思っていてまた意欲が上がってきた時に始めたらいいかなと思うので上がらなければそのままだしで意欲がある人に関してはやっぱ誰かがサポートす,すべきじゃないかと常日頃から思っておるわけですよ <laughs> でそれがその今回の今沖縄で応援シンポジウムの 根幹をなすところなんですけどどうやってそかだから既婚者なんですよねもう今未婚とかえとまあシングルシングル独身とかまあ離婚してシングルになっている人とかがだけが頑張る時代じゃなくなってきているんじゃないかなと思っていて既婚者大歓迎ですよ。 で未婚者でも非婚者でも再離婚者でも <laughs> 大歓迎なんですよあの。社会全体が結婚したいと思っている人に優しくないんじゃないと結婚したいと思っている人に優しい社会を作っていった方がそれこそ優しいんじゃないっていうのが僕の中にある思いなのでうん。 あのー、そういうためにもその婚活を頑張っている人だけではなくもう本当に婚活関係ねえと思っている人ほどもうそろそろ婚活のことを知ってほしいなと思っているんですね。で今の婚活事情としてはやっぱその,そのやっぱ結婚したい人だけしか知らないで結婚するかどうか悩んでいる人。 どうしようか判断をしかねている人にもやっぱりねこういうことがあるよっていう知らなくて後で後悔してもね後の祭りというかやっぱ結婚相談所にね登録するっていうのは本当に最後の駆け込み寺的なところがあるんですよねだからそういう意味ではあのこの年齢でこういうこと始めてた方がいいもう本当にマリッジプランじゃないですけど 結婚するかしないかを置いといて、ね、それこそ保険みたいに交通事故に合うか合わないかを置いといてこういうことを考えた方がいいですよとかライフプラン的にこういうことがここでこういうお金を使いますよみたいなことはマリッチプランみたいなものを持っておいてでその上であやっぱ自分はいいやとかあでもやっぱそう考えるとしといた方がいいのかなとか。 で取得にしても例えばあの自分を自分磨きをする婚活もあれば、えー、婚活パーティーもあればそうやってあのネットで探すっていうのもあればあの婚活モールさんみたいにその手厚いフォローでやるものもあれば登録してっていうのもあるのでそういうのを知った上で選択してほしいんですよ。で知らないままやるとやっぱ後で後悔しちゃうかなと思うので、あのー、それをなくしたい。 だ,と思ってだから自分ね結婚したいかどうか迷ってるんだよって言った時に手元にすぐ情報源があるような環境とか「ああの人婚活に詳しいから今度聞いとくね」とか言える環境をねどんどんだからこのラジオも、あのー、婚活モールさんがまあ別の時間枠で婚活モールの幸せ宅急便ってやってたんですけどあれはすごく良かったなと思っていて。 でアイデアの愛用家はあくまでいろんなことを取り上げてるのでたまに婚活とか <laughs> たまに,になっちゃっているのでもうちょっと婚活の話ばっかりする番組があってもいいのかなってちょっと今は思い始めてるんですけどでも沖縄で今、えー、と中央堂沖縄の夏目さんっていうことが、えー、とラジオを持ってたりあとはタカラさんってマジックラブの方も。 ラジオ持ってたりして今婚活を支援する人のラジオ番組若干増えてきてるんですよねでこの前 ROK、OK、のラジオを聞いていて宮田龍太郎さんのがやってたんですけど「神社婚」ってお,のおろく会ろく会っておろくの神社婚っていう有名なのがあって沖縄で,でそれを取り上げてメッセージで「あこういう情報聞けなくて聞けて嬉しかったです」っていうメッセージが届いてたのでやっぱり需要あるじゃんみたいな。<laughs> ただ ROK、OK、なのでいっぱいの人聞いてるんでしょうけど、ね、FM 機能の,のこの番組もですねちょっと告知が遅くなっちゃうんですけどあの YouTube にアップした際はですねちょっとね婚活事情のこととかね聞いてほしいなと思いながらあので、まあ、このシンポジウムを通してですねあの婚活に明るい人が増えてほしいなと思っていてあくまで婚活をしている人応援する人のためのシンポジウムで あのー、婚活してる人でもいいし婚活してない人でもいいし婚活が必要ない人でもいいから聞きに来てほしいなと思っているんですよ。なのでちょっと今回は婚活事情にしたんですけどやっぱ沖縄って特殊なんですね。本島でも特殊なんですけど離島になるともっと特殊になってねやっぱ移住してもらわないと出ていかれるとやっぱね人口増って各市町村単位でかなり響くことなので。 まあそういうこともねいろいろ沖縄県の取り組みとしてこれからどんどん始まっていくのかなっていうあ,のある意味婚活支援元年みたいなところがあるのかなと思ってワクワクはしているんですけどもまあそういう意味でもねいろんな人が婚活の事情を知れればいいなと思ってまあこのラジオも続けていきたいなと思ってますので以後よろしくお願いしますということでもう1時間しゃべりくり倒しましたがえね 婚活のこと少しでも分かっていただけたでしょうかまた何か質問などあればメール送っていただけるとありがたいです、えー、本日も1時間お供いただきありがとうございました今週も素敵な1週間になりますように来週また会いましょうお疲れ様でしたありがとうございました3名の方 ジートルさんも聞いてるかな <laughs> お疲れ様です